絶対無理。も、無理、無理、無理。みなさんこんばんは。ケミシャンチャンネルのオレッタです。で、今日の私はちょっと変わったところがあります。わかるのかしら？実は、今日からこのメガネを外しても全て見えますよ。ほら、そうですよ。コンタクトを買っちゃいました。とても嬉しいですよ。目も自由ですし。買ってから1週間が経ったんですけど、気づいたのは、コンタクトって、とっても難しいことなんですよ。本当に。メガネをしている私は、多分もう、中学校1年から、その頃からずっとやってきたから、こういう、なんて言うんだろう、そういう視力を矯正するためには、ただ、毎朝こう、つけたり、まあ、そうするだけで、矯正するから、コンタクトも多分そうだろうと思って、なんかこう、コンタクトをしたいなら、したければ、こう、名車さんと要約して、買って、それで終わる。そういう簡単なものだと思ったんだけど、実はその、むしろ正反対なんですよ。初体験、その最初の日はとっても大変な日だったのに。だって、その最初の時は、その名車さんが、こうコンタクトって全然自然なものじゃないんだから、まず私はその指を目で感じる感覚、それをもっと分かるためには私はしてあげる。最初はそう聞いたら、あ、まあ全然いいし、なんかこうリラックスしてこう開いて待ったら、こうその名車さんが近づいて、グン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 3、2、1と、キッ、瞬きしちゃったの。なんかこう名車さんが、あ、気にしないで、ちょっと待って、リラックスしてと、もう一回やったら、あー、またたき、もう一回やっちゃったので、そういう風に何回もしちゃっても、こうまたたき、またたき、またたき、入れねえ、またたき、こういうコンタクトの戦争になっちゃったの、目と全然無理、入るのは。でもやっぱりその名車さんがすごく忙しい、まあそういう忙しいスケジュールが入ってるから、こうちょっとずるいことをしちゃったの。その名車さんが「乗れた上だ!」って言ったら、私が「うーっと名車さんがガツンと入れちゃったの。でもなんかこうすごくびっくりしちゃったんだけど、やっぱりこう、あー、よかった、入れちゃったの、もう終わったし、あ、じゃあ今日はありがとうございました、もうこれで帰りますと思ったら、その時に名車さんがこう、今日はこれで終わってないし、自分でできることを証明する必要がある。何言ってんのよ、全然無理、諦める。でも私はそういう頑張り屋さんだから、別の部屋でそのアシスタントの人たちと一緒にこう入れたり取ったり入れたり取ったりしようとしたんだけど、実は3回目できるようになるまでやらなくちゃいけないのよっていうふうに言われたから、こう何回も時間がすごくかかって、でも時間が経ったらみんなの顔がこうちょっと変わってきて、あのな、コンタクトでそんなに難しいものでもないし、ただこうやって開いてプッと入れてもいいんですよ。そう言われてもそうでもないし。で、その時にもう一人がとても優しい声で、私はとてもしやすい方法があるんですよというふうに言ったら、私が、え、何ですかと聞いて、これはコンタクトのコツですよというふうに言って、コンタクトをその目のくるめに合わせたら、こう思わずに早くガツンと入れたら入るよ。で、なんだよ、そう言われても何もなれないのよ。っていうか、自分の目の安全が心配なのよ、そうすると。なんか、偶然に、こう、3時間が経ったら、あ、入れちゃった、みんな、見た、見たって言ったら、みんながこう、あ、できたんでしょ、じゃあ、もう、書いてもいいんですよ。はい、これで終わった。よくできました。ボン!と、そういう初体験になりました。たった小さなものがそこまで迷惑かけちゃうっていうのが全然思わなかったから、本当にびっくりしちゃったの。今年は26歳、その20代の後半に入るから、やっぱりその中身も外見も自分の全てをちゃんと管理して、ちょっときちんとさせたいから、こういうコンタクトもちょっと挑戦したかったの、本当に。それになんか先日までずっとなんかパーティーにいた時とか、なんか写真を撮った時にこうなんかメガネを外して、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってと、頭に、その頭の上に乗せたりして、この自分を見せたいなら、コンタクトをトライした方がいいんじゃないかなと思って、やっぱりメガネに鍵っていう私があんまり好きじゃないかな。例えば、シャレテパーティーに行ったら、メガネの私をあんまり見せたくないから。Okay, never mind. または、そういう式が来たら、使
違います。もしそのメガネをしている私が登場したらお断りします。やっぱり許さないわ本当にでも本当にやってよかったと思ってるから、いやリフレッシュした。今日また私が話してる動画になったけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあ次回までよろしくね。バイバーイ。